ったいい、なんかいい感じ、いい感じ、うん、なんてキラ切りました。マキは俺にもくれよみたいな感じ。ああね、ああね。だからジャッジをしていただかないといけない、このエキシビョンバトルとか言いながら普通にバトルな、このゼロボックス平日から今日働いた日給プラス5000円をゲットするのはどちらか、はたまた交通費1000円をゲットするのはどちらか。さあ、つまり6000円もらえますね、買った方はね。はい、では行きましょう、カウントしましょう、皆さんで一緒に3 2 1。おー、2対1でバサバー。いやー、いやー、今タイになったらおもれえなーって思ったんだけどね。あー、まあおめでとうございます。そんな感じで、優勝した、優勝じゃない、1秒勝った小次郎さんにはね、なんかあんまあげたくない。